はい、どうもお久しぶりです。今回は久々の料理動画を撮ってみたいと思います。ひき肉ともやしのスープカレーを作っていこうと思います。ルーは使いません。スパイスでやっていきます。食材は長ネギ、はい、もやし、ほうれん草に豚ミンチ肉、生姜に、はい、ニンニクと、これらを使っていきます。
ではいただきます。うまい。うまいね、これは。カレーでもあるし、中華でもある。ちょうどいい感じですね。今日はですね、ひき肉ともやしのスープカレーを作ってみました。それではまたお会いしましょう。さよなら。